石戸カバの桜は埼玉県北本市石戸市区にあるカバ桜の古木である。東宝寺の境内にて生育している。1922年10月12日、国の天然記念物に指定された。また、日本五大桜の一本に数えられている。2000年5月5日には埼玉新聞社の21世紀に残したい埼玉ふるさと自慢百選に選出された。 明治末期の頃の石戸川の桜樹工は約12メートル、根回りは約7.2メートル、樹齢は約800年とされている。石戸川の桜という名前は、川の蚊舎の異名を持つ武将、源のりよりに由来するとされる。川桜は江戸悲願桜と山桜の自然雑種であり、元来自生するものは石戸川の桜一本のみであり、その他の川桜は、 継ぎきなどで増殖されたものである。花は小ぶりで淡いピンク色をしており、4月10日前後に見頃を迎える。石戸カバの桜は、王子は幹が4本あったが、昭和40年代に樹勢の衰退が進行し、昭和50年代半ばには幹が1本に減ってしまう。このため、石戸カバの桜の樹勢を回復させようという試みが行われるようになる。 まず1973年に根回りへの負担を減らすため、木の根元にあった遺体指導場10基を移転させる措置が取られ、その結果、1977年に石戸川の桜は10年ぶりに開花した。その後も木の周辺の環境整備や幹の普及部分の除去といった取り組みがなされていたが、2004年から根を活性化させるために、 液体肥料を土中に噴射するという土壌改良に取り組み、結果、花の付き具合を良くすることに成功している。ありがとうございます。